船橋市の最西端に来ております。ここは、元中山7丁目、船橋市元中山7丁目です。メトロの原木中山駅の南口を降りて、右手ですね、まあ、つまり西側に曲がって、松本清が見えたところの、切れ端 の、 あの一番南端がここです。で、この道路が、船橋と市川市の境界線になってまして、こちら側に JA 市川がありますように、こちらがあの道路の反対側は市川市であります。市川市、こちらが田尻、そしてこちらが同じく市川市高野です。それでは船橋市はどこまでかと言いますと、船橋市はあのここの、クリーニング屋さん、コインランドリーがあります、この建物ですね、コーポ日の出のあのところまでが船橋市です。このコーポ日の出の1階にグリーン屋さんがあるんですけど、ここまでが船橋市で、こちらが市川市になります。で、市境はこの道路の真ん中にから伸びてまして、そしてあそこの停止線のところで直角に市境がまた移動し、このセンターラインのところを市境になってですね、よって、この停止線の手前側が船橋市の最西端ということになります。で、その最西端の経度は東経139度56分19秒です。で、東の端は、この田町の田んぼの中にありまして、この、田んぼの中の、風景はあのーまあね、本当に、のどかなところなんですけど、西の端はこのように、市街地の道路の真ん中のところに西の端はあります。で、その経度差は約9分ですね。9分の経度差がありまして、船橋の東西の差は9分ということになり、9度ではなくて9分ということになります。はい、船橋市、元中山7丁目と市川市高野、あるいは、田尻との境界線の船橋の最西端、一番の西の端のところを見に来ました。2022年12月25日の、日曜日の夕方です。